京成3050系電車、京成3050系電車、京成3050型電車は、1959年から1995年まで、京成電鉄に在籍していた、通勤系電車。本校では、千葉急行電鉄、現、京成千原線に、リースされた3050型についても記述する。京成電鉄が、 創立50周年を迎えた1959年、昭和34年9月に3000型に続く東京都交通局の都営地下鉄線、後に1号線、さらに浅草線へと改装への乗り入れ車両として登場した。3051から3076の2両編成13本、計26両が製造された。京成電鉄では、 都営1号線への相互乗り入れ前に全線で線路幅の改め機工事 1372mm1435mm、mm、が1959年10月から11月にかけて行われ本形式は 1435mm 標準機の台車で登場した工事の終わった区間から本形式は順次営業運転に投入されたほか 在来車の台車も順次交換された。台車機関以外の3000型との相違点は以下の通り、1970年代初頭に、屋根部の2段構造、モニタールーフを配して、ベンチレーター、通風機を設置し、正面運行番号表示機も移設された。赤電各形式の中では、最も早く更新が開始された。 最初に施行されたのは3051から3052で1976年、昭和51年10月に出場した。1977年、昭和52年夏から1978年、昭和53年秋は3000系の更新を施行した関係で統計式の更新は一時中断し、その後1979年、 昭和54年1月から1980年、昭和55年6月に残りの車両施行された。主な内容は以下の通りである。3075から3076は成田空港法の電動車ユニットとなり、基本4両編成に連結して6連で運用した。 1980年2月以降に更新した3069から3070.3071から3074は、ファイヤーオレンジ一色にモーンアイボリーの帯を巻いた、塗装で出場し、他社も同年5月の3051から3054を、皮切りに1981年7月の3067から3068.3075から3076を最後に、 同塗装に変更された。更新後は、3000型とスタイルも同一なことから、同形式のように扱われ、3000型との根血も珍しくなかった。3000型は3009から3014で、完全中間電動車二両ユニット三組、3050型で3075.3076の成田空港保有場ユニット一組があること、全電動車編成で、 加速性能も良いことから、6連で優等列車に使用される頻度が高かった。3100系コイルバネ台車装着車の3101から3116が更新されてから統計式の冷房搭載、工術までの間、これらのユニットと6連を組むこともあった。この期間の改造点を記す、1990年。 平成2年3月より3059から3062を皮切りに冷房装置の搭載を開始し、同時に種別、行き先表示器も設置された。以下に変更点を記す。改造とはいえ、外観は3000型と同様の全小頭上部中央2頭のスタイルから、冷房搭載後の3100系近似スタイルに変化。したが、車体形状や骨組みの位置の違いから、 全消灯位置が 100mm 下に設置された運行表示窓や急行灯があった位置と思われるほか、側面乗務員室扉のサイズが異なっていた。1990年4月出場の3063から3066以外は定期検査出場時に行われた。1990年8月出場の3051から3054から室内天井の白塗装箇所。 蛍光灯量脇から二棚にかけてが再塗装された。初期に施行された3059から3066も、時期定期検査出場時に再塗装された。1991年、平成3年3月に出場した3067から3070編成で3051から3074の4両6本、計24両の工事が完了した。 この工事と同時に、東洋電気製造製 TDK8104D モーターを装着する3051から3066は、同一新品のモーターに交換された。1983年、昭和58年春の3150系以来、8年間にわたって継続されてきた、冷房搭載工事は3050型をもって終了し、 対象から外れた2両余剰ユニットの3075.3076は1991年3月末に3000型と共廃車されたため、形成は車両冷房化率100%を達成し、同時に行き先表も姿を消した。冷房搭載後の統計式は4連6連運用が主になり、普通運用から特急運用まで幅広く使用された。 六連に関しては、先頭台車が、電動台車のため、北総開発鉄道北総、高段線、現、北総鉄道総線や京浜急行電鉄本線、空港線にも乗り入れた。1990年末から1991年初頭には3059から3062、で3100系コイルバネ台車装着車に両ユニットの3111.311ミ 上の寄りに連結した6連運用も存在したが、その後は、打形式と連結する事例はなかった。また、1990年と1992年、平成4年の夏には8連で蘇生され、2回とも3059から3062プラス3063から3066の蘇生であった。統計式は、現行標準色への塗装変更の対象から外れ、 赤電各形式の塗装変更を開始した1993年、平成5年6月以降に、定期検査出場した車両もファイヤーオレンジ、塗装であった3067から3070が1993年12月、上旬に出場したのみ。1994年、平成6年10月11日から20日に、鉄道の日、 改め期35周年イベントに関連して3059から3062が登場時のツートーンカラー前日に変更された。その時は同編成をあしらった記念乗車券も発売された。期間中、同編成は日替わりで特設ダイヤが組まれ、イベント終了後も1995年、平成7年2月中旬に廃車されるまで4連運用の ダイヤで運用された。1991年3月3075.3076が冷房搭載工事の対象から外れ、非冷房車のまま廃車になった前日。1993年3月には3400系の登場に伴い3051から3054.3063から3066が形成の通勤冷房車として 初めて廃車された。1994年1月には3071から3074が千葉急行電鉄にリースされ、車体塗装はブルーベースにホワイトの太体に変更された。これは1992年4月の開業以来リースされていた京急線軽初期車線3 2から1029を返却するためで塗装もこの線型と同一であった。 形成独自の車両を他社にリースすること、新生の大社の他社への移籍も初めての事例であった。1993年9月には3055から3058が検査期限が近いことから予備車扱いとなり、1994年2月を最後に運用を離脱した。その後しばらくは車庫に留置されていたが、1994年9月末に、 廃車になり解体された。この編成は、冷房搭載前の1982年、昭和57年5月と1984年4月に、3600系新造車の総合車庫への搬入にも、使用された実績があった。1995年2月には前述した、旧塗装編成の3059から3062が廃車になり、その後解体された。同編成は、 定期検査期限延長のため、1994年4から9月の土日用日粛費は、運用に出さず、京成津田沼留置所で旧車扱いとなり、走行キロ数を抑えた。1995年3月末には、3067から3070が前日した3071から3074と同様に塗装変更の上、大森大地原大館の延伸用として、 千葉急行へリースされた。これに伴い、東王形式は千葉急行へのリース車として2本が残るのみになった。1995年度は、京成電鉄で3700系8両編成4本、32両と3400系8両編成1本、8両系40両が増備され、3 1 0 0 3 1号令型にも余剰車が発生した。 1996年、平成8年1月に3 1 0 0系3 1 2 5から3128を千葉急行にリリースすることになり、3071から3074は形勢に返却され廃車、解体された。続いて1996年3月には3100.3150。 一3 1 2 1 3 1 2 2 3 1 5 7 3 1 5 8持ち場休校にリースすることになり、3067から3070は形成に返却され廃車、解体された。この時点で3050型はリース車も含め全廃となった。冷房搭載後の運用期間は約3から5年と短かったため、冷房装置、扇風機、 電動発電機等の廃車発生品は、在来車 3600K 以前の形式の古い部品と交換することなどで採用された。また、一時期芝山鉄道へリースする計画もあったが、開業が大幅に遅れたため、結局 3600K1 編成を充当して2002年、平成14年10月の開業を迎えた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。